うっす、どうもたけです。今日もね、イフタプリの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、ポジション適正おすすめ選手10選やっていきたいと思います。ということでですね、はい、新しいアイテムとしまして、こちらのポジショントレーニングにおいて、ポジション適正アイテムを持っていたらね、こんな感じでね、ポジション適正が広げられるアイテムが来たんですけども、今回ね、こちらめちゃくちゃね、むずいシステムとなっておりまして、まあ昔のウイレとかやったらもうバンバンやっちゃってね、もう広範囲でどんどんポジション適正が広がっていくって感じやったんですけど、まあ、今回ね、まあ、枠が2つまでしかないし、実際にねちょっとシステム的にもむずいので、まあ、解説しつつおすすめの選手10選やっていきたいと思います。はい、それでは早速ね、1人目、ディフェンスラインからいこうかな。はい、1人目のポジ的のおすすめ選手はこちらのアラウホになっておりますね。アラウホがですね、こちら DMF 無印の DMF っていうのが結構おすすめなんですけど、獲得可能ポジションとしては、右サイドハーフ DMF、 右サイドバック、左サイドバック、センターバックとなっております。右サイドバックとセンターバックも適性あるやんと思った方いると思うんですけども、まずですね、まあ、ここの注意事項にも書いてるんですけど、ちょっと長いんでね、僕の口で説明していきますと、まず、本適性こんな感じで、右サイドバックって書いてると思います。総合値95の下に右サイドバックって書いてると思うんですけども、このね、本適性右サイドバックの前後左右と薄適性に関しては追加をしたらその対象となります。ここで言うなら、まず右サイドバックが本適性なので、前後左右、まあ、右と下はないんですけども、まあ、キーパー以外ですね、キーパー以外で言うと、まあ、センターバックと右サイドハーフやと思います。なのでまずセンターバックと右サイドハーフで、普通にセンターバックと右サイドバックっていうのは本適性もともとついてるんで、まず対象となりますね。ここにもある通り、右サイドバックとセンターバック、サイドハーフに関して、右サイドハーフに関しては右サイドバックが本適性なので、前後左右の対象となってるので、まず右サイドハーフも含まれると。で、薄適性のとこも含まれるということで、 DMF と左サイドバックが含まれるということでですね、まあこんな感じで見てみると、こういう確率になると5分の1で DMF いけるかもしれませんね。あとはね、アラウホで左サイドバックもめちゃくちゃ強いと思いますね、個人的には。まあ、なのでね、アラウホめちゃくちゃおすすめとなっております。左サイドバックの守備的ってあんまりいないと思うので、はい、ぜひ皆さんアラウホ検討してみてください。はい、2人目のおすすめ選手がザカリアですね。チェルシーの方の CS のザカリアでもいいと思うんですけども、先ほどの条件もう一回だけ復習しておきましょう。次からは説明しないんですけども、DMF が本適性なので前後左右ということで、まずはセンターバックと、右サイドハーフ、左サイドハーフですよね。あと CMF もで、あと薄適性の OMF もつくって感じになっておりますね。まあこれでわかると思います。まあなので、今回のザカリアに関しては6分の1って感じですね。いやー、このザカリアに関しては絶対に、センターバック適性めちゃくちゃ強いと思います。こんだけ足速くてディフェンス系統も高いセンターバックってなかなかいないと思うので、ザカリアのね、センターバックはマジでおすすめですね。いやー、めちゃくちゃ相手おった脅威になると思いますね。はい、あとはコスタクルタの、無印の DMF っていうのもめちゃくちゃいいと思いますね。こちらに関してはですね、左サイドハーフ DMF、 右サイドバック、左サイドバック、センターバックということで、まあ5分の1って感じですね。これめちゃくちゃ見やすいですね。濃い適性と薄い適性だけなのでね、マジでこれ分かりやすいですね。しかも5分の1なので結構出やすいかなって感じはしますよね。はい、あとはビエラになりますね。ビエラのセンターバック適性っていうのはめちゃくちゃ面白そうなんですけども、いや、ここでね、ちょっと言っときたいのが、ただリスクがあるってことですね。本当にこんな感じで薄適性もなかった場合って、枠2つ使わないと濃い適性にならなくて、しかも5分の1を2回当てないといけないっていう、いや、この鬼畜さですよね。いや、 DMF 適正なんで、まず、前後左右ということで、センターバック、左サイドハーフ、右サイドハーフということで、まず3つと、あと濃い適性がある DMF と CMF、 この5個で5分の1になっちゃうんですけども、やっぱね、これちょっとむずいんでおすすめはしないんですけど、もし出た場合はめちゃくちゃ強いセンターバックになると思います。まあ、ただね、別に DMF で使っても全然強いと思いますね。はい、あとはデヨングになりますね。このデヨングの OMF っていうのもめちゃくちゃいいと思いますね。本適性が CMF なので、今回ね、6分の1になっちゃうんすよね。いや、こう考えたらちょっと確率はね、低い感じもあるかもしれませんけども、ただね、1回当たっただけで OMF 本適性になるので、いや、ここめちゃくちゃいいと思いますね。いや、前線からも守備できる、しかも攻めれる、そんな選手求めてる方はぜひこれやってみてください。はい、あとはメッシの右サイドハーフっていうのもめちゃくちゃいいと思いますね。6分の1の確率なんですけども、メッシに関しても薄適性があるので、まあ1回当たればね、本当に濃い適性になるので、いや、めちゃくちゃね、これもおすすめですね。よくあると思うんですよね、なんかサイドハーフ、右サイドハーフ使いたいのにメッシ使われへんやんけみたいな時あると思うんですけども、これで解決できると思うので、いや、もしね、サイドハーフ、もし使っててね、今メッシ使えないなっていう人はぜひこれやってみてください。はい、あとはラファエルレオンの OMF、 これもめちゃくちゃおすすめです。2列目なので、いや、めちゃくちゃいいなと思うんですけど、この確率はちょっとやばいですね。9分の1、いや、ここのリスクはめちゃくちゃありありなんですけど、いや、ただね、この OMF 引けた時の快感というか、もう達成感というか、とりあえずやばいと思います。いや、レオンの OMF おったらめちゃくちゃ脅威ですからね。いや、マジでこれおすすめですね。なんか422に
2OMF 型で、普通センターフォワードでしか使えないけど、あえての OMF で使うっていうのもめちゃくちゃありやと思いますし、なんかカントナみたいになれそうなイメージもありますよね。いや、めちゃくちゃ強そうやなっていう風に思いますね。はい、続いてカカですね。カカがですね、左のウィングか右のウィングっていうのが結構おすすめになっておりまして、なんかね、僕結構ね、なんか右のウィングのとこ ST に書いて使ってたんですけど、これウィングで使えるってなったらめちゃくちゃ強そうやなと思って今回選ばさせてもらいました。ただ7分の1なんですけども、これもね、薄適性があるので、1回当たっただけで濃い適性になれるので、いや、これもね、めちゃくちゃありかなっていう風に思いますね。いや、これめちゃくちゃ強そうですね。カカ僕ほんまにやろうと思ってますね。はい、あとは持ってる人少ないと思うんですけども、メンディエタですね。このメンディエタ、僕右のウィング適性めちゃくちゃおすすめやと思います。まあ、ただ持ってる人少ないと思うので、そこまで参考にできるか分かりませんけども、メンディエタ持ってる人やったらね、いや、ウィングで使いたいのに使われへんってめっちゃあると思うんで、はい、これめちゃくちゃおすすめですね。はい、あとはジーコですね。ちょっと僕放出しちゃって本当に泣いてるんですけどOMF に本適性があるので、まず CMF と右サイドハーフ、左サイドハーフできるし、普通にサイドハーフが強そうやなと思って選ばさせてもらいました。いや、マジでね、確率的にも結構ね、高確率で引けるやつやと思うんですけど、ただね、適性がないから2つ枠使わないとダメなんですけど、確率が高いから、うん、すぐできそうやなって気はしますよね。ただね、今ね、ポジション適性どんな風に獲得できるかっていうのがまだ不確定ではあるので、まあすぐ追加するっていうのはお勧めしないんですけども、ポジション適性結構ね、恵まれてきた人たちやったら、ジーコサイドハーフの適性つけるのはなかなかありかなっていう感じはしましたね。はい、以上ポジション適性のおすすめなんですけど、いかがでしたでしょうか。今回ね、紹介させてもらった10選なんですけども、まあ他にもね、いい選手がおった場合は X の、ツイートとかでもあげようかなと思ってるんですけども、パッとね、見た感じ、いや、これめちゃくちゃ強そうやなって思った選手たちを、紹介してみました。もしよかったらね、これ参考にしてポジション適性ぜひ使ってみてください。普段もこういった感じで解説とかね、人選解説とかいろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価、コメント、そして SNS のフォロー、概要欄からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。